レース終わったら一緒に飲もうぜ。ベプシ、おごってやるよ。俺が。強えよ、お前。ただ来た。悪いの。おごってくれや。ベプシ。よう、返却庶民サイクリストども。底辺 YouTuber 友の会、童貞悪魔、荒北仮面さんだ。今日は俺様、箱額ジャージの下にヒートテックっつう最強の戦闘服を装備、防寒、保温性能を検証するため豊洲、ララポート、ユナイテッドシネマへやってきた。真冬のサイクリングでも体が冷えていねえ俺様、これから映画ドラゴンボールスーパーブロリーを見てくるぜ。映画を見た後はヒートテックが真冬のナイトライドでどんぐらいの性能を発揮するのか検証して、動画の後半ではドラゴンボールスーパーブロリーのレビューや見どころなんかも語っていくんで、最後までご視聴よろしく頼むぜ。能書き行ってる間にユナイテッドシネマ豊洲到着だ。俺様待望の作品ドラゴンボールスーパーブロリーを見るときが迫っているぞ。いいんじゃない。ドラゴンボールスーパーブロリーを見て俺様元気もりもり。最強のアンダーウェアはヒートテックに決まりだ。いいんじゃない。チケットを購入した俺様、続いて売店へ向かい、ユナイテッドシネマ限定のカカロットが描かれたドリンクカップをゲット、そして金色に輝く特別版の映画プログラムをゲットした俺様、かなりご満悦だ。中身はこんな感じ、まあ、ざっとだけ見せてやる。気になるやつは買ってみろ。いいんじゃない。てか映画の時間迫ってるじゃない、やばいんじゃない。プログラムをしまってさっさと10番シアターへレッツゴー。俺様の前を歩くファミリーも目的はドラゴンボールスーパーブロリーのようだ。平日の昼間からみんなドラゴンボールスーパーに首ったけだな。いいんじゃない。世代を超えたドラゴンボール愛感じたんじゃない、やばいんじゃない。いいんじゃない。劇場内での撮影は違法行為、ノーモア映画泥棒。そんなわけで映画本編は自分で見てくれ。映画ドラゴンボールスーパーブロリー絶対見てくれよな。そんなわけで俺様、映画を見て興奮冷めやらぬまま帰路に着くことにした。こっからは真冬のナイトライド、ヒートテックが真冬のサイクリングで向いてねっつうやつらのために、俺様がそんなことはね、ヒートテックは最強のアンダーウェアだっつうことを証明するためのナイトライド。それじゃあ行っちゃいまーショータイム、パイルダーオン。戦闘力53万のこの俺様、最強の戦闘服ヒートテックが真冬のサイクリングポタリングに向いてるっつうこと、いよいよレビューすることができそうだ。論より証拠、百聞は一見にしかず、
行っちゃいまショータイム。目の前の歩行者、斜め横断、危険なんじゃない？真冬のナイトライドでかなり冷え込んでいるんじゃねえかと思って俺様覚悟はしていたが、全くもって寒くもなんともねえ。さすがは最強のアンダーウェア、ヒートテック。ユニクロ、貴様を俺様はリスペクトするぜ。いいんじゃない？で寒さをみじんも感じていねえ俺様。ここでプチスプリントをかまして汗をわざとかいてみる。今回はポタリングレベル、サイクリングレベルでヒートテックが最強のアンダーウェア説っていうのを検証するための動画なんだが、いくらポタリングっつっても俺様のような悪魔がちんたら30キロ以下で走ってるわけがねえ。時にはスプリントみたいな走りもある。つうわけでプチスプリントで汗を多少かいても寒くねえのか追加検証だ。
そんなわけで俺様の持論、ユニクロヒートテックがサイクルアンダーウェア最強説、前半に続き後半戦、真冬のナイトライトで説立証することができたんじゃねえだろうか。ただし貴様らに注意事項がある。俺様のようにヒートテックをサイクルアンダーウェアとして利用する場合はかなり薄着で挑戦することをお勧めする。間違っても真冬のフル装備ガチ防寒スタイルで走行なんかしちまうと汗だくになっちまって逆に寒くなる。使用方法を間違えないように気をつけろ。じゃあドラゴンボール評価始めるぜ。よっしゃ視聴者ども、荒北仮面邸宅へ帰宅だ。今回俺様が手に入れたのはドラゴンボールヒーローズ限定版カードとパンフレット、そしてフィルム型シールだ。初回限定特典グッズなんで欲しいやつは劇場へ大急ぎで駆け込め。そしてこれがドラゴンボールスーパーのドラゴンボールヒーローズカードが入っている袋だ。そしてこれが劇場版シリーズメガ風ステッカーが入った限定グッズだな。まずはこのパンフレットを貴様らにお披露目してやろう。金色に輝くカカラットがいいんじゃない。通常版と特別版の2種類が販売されていたが、俺様は迷わず特別版を購入した。いいんじゃない。それじゃあ早速中身を貴様らにチラッとだけ見せてやろう。どうだ、欲しくなったろう。裏面はこんな感じだ。欲しいやつは劇場へ大急ぎで行ってこい。そしてこの映画フィルム風ステッカー、早速開けてみるぞ。まあもったいねえ気もするが宝の持ち腐れになっちまうからな、開けることに意味がある。この中には歴代劇場版のワンシーンが描かれているっつうことだ。何か出るかな。ブロリー出ねえかな。まあ多くは望まれ。ん、これはボージャック、ボージャックだな。ちびっこご飯が大活躍したボージャック編だ。覚えているか。ザンギャの姿が見当たらねえが、ザンギャはどこだ。ボージャックより俺様はザンギャ推しなんだがな。まあいいか、そんなことは。まあ開封はしちまったが、いつかプレミアものとして売れるかもしんねえから袋に戻しておくぞ。そして金に困ったらこれをヤフオクで売っちまおう。いいんじゃないか。そして俺様、全くやったことのねえドラゴンボールヒーローズ、こっから開封すんのかな。この袋開けんのもったいねえが、開けちまうか。勇気を振り絞って開けちゃいまーしょうタイム。さあ中身は何かな。はい、ひょっこりはん。お、スーパーサイヤ人ブルーのカカラットじゃねえか。いいんじゃねえ。ベジータ推しの俺様、ベジータが欲しかったが、まあ主人公カカロットもなかなかいいな。このキラキラ感たまんねえな。まあブロリーも欲しかったが贅沢は言えねえ。いろんなカードが欲しかったら劇場に何度も足を運ばなくちゃいけねえんじゃねえか。裏面はこんな感じだ。まあドラゴンボールヒーローズあんまやらねえがコレクションとして取っておこう。続いて映画本編のレビューだが、そうだな、まあ、点数をつけるなら400万点だ。幼い頃ドラゴンボールを見て育った大人たち、そして現在進行形でドラゴンボールを楽しんだキッズたち、誰しもが楽しめるすげえ特別な映画だと思うぞ。旧劇場版最強の敵ブロリーのリメイクだな。旧劇場版とは違うブロリーのキャラクター設定、そして旧劇場版とデジャブしちまいそうな、オマージュされたシーンだな。かなりいい感じに仕上がってる。そして一番俺様が感動したのは悟空の父カカロット、母ギネ、
戦闘民族サイヤ人の親、まあ、ベジータ王も含めてだな、冷酷じゃねえっつうことが分かるいい作品だった。サイヤ人の子供愛は半端ねえぜ。ドラゴンボールファンは劇場へ猛ダッシュだ。それじゃあまた会おう。さらばだ。